マニプルスマニプルスとは古代ローマの軍隊における重装不評の編成単位。不評中隊に否定される。ローマ軍の礼義用においてはコホルス1個はマニプルス3個、マニプルス1個はケントリア2個から構成されていた。マニプルスには全体で100人から150人程度の軍団兵がいた。マニプルスがローマの軍勢で重要視されるようになったのは サムニウム戦争以降と言われる。異なる文化を持つ部族との長期間の戦いで苦戦したローマは、すでに、エトルリア人から重層不評戦術を学んではいたが、山岳で重大無尽に動きローマ人を苦しめた、サムニウム人からより、戦術上柔軟に動くことのできるように、小規模な不評集団マニプルスを考案する。マニプルスの登場によって、機敏な動きが取れない。 重層不評戦術の欠点を補うことが可能になった。共和制ローマ軍で構成される3つの戦列の、それぞれの戦列は35のマニプルスで構成されていた。マニプルスが制定された共和制ローマ時代のローマ軍団兵は、兵役の義務のあるローマ市民権を有する市民であり、この当時は保有財産によって厳密に区分がされることが通例であった。 そのため初期のマニプルスも同様に同じ身分階級の不評で構成された。この当時、レギオという名の集団は、不評5000人程度の不評集団をひとまとめで呼ぶ、呼び名に過ぎず、マニプルスがむしろ共和制ローマの不評部隊の基盤として用いられた。レギオという単位が徴用されたのは、後の帝政ローマにおいてからである。マリウスの軍政改革によって、 不評が所有財産に応じて軍団ごとに区分されることがなくなり、今まで兵役が免除されていた無産階級が兵士という職業として軍団に入ってくるようになった。そしてコホルスやケントゥリアがローマ軍の用として徴用されるようになり、マニプルスはローマ軍の組織単位としての重要性は消えた。ありがとうございます。